バイダーチャンネル。はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部和樹です。今日で最後ですかね、この ASEAN6 のパンデミック後の小売流通市場の変化ということでお話をしてまいりましたが、今日で最後ラップアップをしていきたいと思います。日頃よりスパイダーチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊 ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。ぜひお近くの書店 Amazon でお求めください。番組概要欄のリンクも合わせてご覧ください。今後とも森部和樹とスパイダーチャンネルをよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まあまあいろいろとお話をしたわけですけども、前回、ずっと使ってきたこの1枚目のスライド、振り返りながらちょっとラップアップをしていきたいなと、思います。これ近代小売と伝統小売の数ですけども、近代小売の最新の数と伝統小売の数、そしていかに近代小売が重要かということと、近代小売がパンデミックを経て大きく変わった2点のお話をさせていただいたと。そして伝統小売に関しても、伝統小売このパンデミックを通じて大きな変化が2点ありましたよということと、そもそもその伝統小売がなぜなくならないのかという理由を2つ数値で、証明したんじゃないできたんじゃないかなというふうに思いますけども、で、いわゆる伝統小売というのは小売単体で近代化するんじゃなくて、インフラ全体、道路、物流、全てのインフラが近代化するから初めて小売も近代化できるんだよと。そう考えると、各国のね、特に VIP の各国の、国土交通省が発表している道路整備計画とかね、地下鉄の建設計画なんかを向こう何十年か見ていると、そういう世界はそこにないので、じゃあ勝手に小売だけが近代化するなんてことはないよねということが一つの理由で、もう一つは、フィリピンのように業界全体、そして行政全体に守られてる、こういう国もあるし、でそもそもその中央集権的なね、フランチャイズオーナーがそのフランチャイズ本部に言われた通りのことをただやるという小売の経営をしたいか、これ日本人はそうしたいと思ってこう増えてきたわけですけれども、中央集権型のこのビジネスよりも自分たちが食える分だけでいいからと、ファミリーが食える分だけでいいから、自由気ままにやりたいんだと、こういうやっぱり僕は国民性は ASEAN の人たちには根強くあって、こういう方が幸福度が高いと。でそうなった時に、じゃあ誰もがその中央集権に入るかっていうと僕は入らないので、やっぱりこの伝統小売、自由気ままにやれる伝統小売っていうのは残っていくよねっていうお話で、さらにその447万店も例えばインドネシアであったら、毎年何万店減ってってもですね、これ何十年、50年、100年かかると全部なくなるのに、でそうじゃないから、その間にデジタル武装、伝統小売がデジタル武装をしてってね、でどんどん強化されていくので、今以上に伝統小売っていうのは便利な存在になるから、数は減ると思いますよ、数は減ると思うんだけども、今以上に1店舗あたりの重要度が僕は増してくると思う。でこの伝統小売のデジタルソリューションの話をするとね、テクノロジーでその伝統小売がデジタル武装をし始めてて、このデジタル武装って僕何を言ってるかというと、対消費者に対するデジタル武装、QR コードで決済ができるんでキャッシュレスですよと、汚いお金をね触って買わなくていいわけですよ、ピッピで買える。でこのピッピで買えるっていうことの、成長ってやっぱすごく大きくて、で国によってはお釣りが飴だったりするわけですよ、あまりにお釣りが細かくて、そんな小銭に流通してないのでお釣りが飴だったりとか、そういうことが全部なくなって全部デジタルの世界になっていく。で携帯電話もプリペイドでわーっと増えたようにね、この小売市場もそのもしかしたらQR コードで銀行から引き落とされるのもそうですけど、プリペイドで買い物カードが出てきて、それで引き落とされるなんていうことになるかもしれないですし、今はねプリペイドじゃなくて銀行からの引き落としなんですけど、対消費者に対してはそういう利便性で、一番大きい利便性は流通とメーカーに対する利便性で、伝統小売のオーナーが自分たちが買いたい商品をスマホでピピピって買えるんですよね。で注文したら、
まあ、次の日かその次の日には届くというような状態 で今までこれをディストリビューターが汚い現金を回収して商品を納めてたっていう、でこの現金を数えて手伝票に書いて、で本部に持ってってまたそこで集計して、小銭を集めて銀行に入れてって、もうこういう作業が一切なくなるわけですよ。全部デジタルで決済されるんで。なのでもうすでに、10万点ぐらいのレベルでね、10万点近いレベルでこれ試験的にこういうサービスが流通とその伝統小売との間で始まってるんですよね。でもう本格的にサービス展開してるところもある。でそういうところが、まあ、オンラインでねスマホで頼んでくれるんだったら 5% 引きますよ、 10% 引きますよって、まあ、それはそうですよね。今までそういう労力がなくなるんで、で伝統小売のオーナーにとっても割引が効くし、でメーカーにとってもこのデータが手に入るってことはもうこれ一番の価値で、その基本的にはどこの国のどこの都市のどこのいわゆる伝統小売で何が売れてるかって全部データ入るわけですよね。でそうするとここで何かをやるとさらに売れるっていう戦略を作ることができると、データによってね。でこれはね非常に価値で、今までってそのPOSデータって言われるようなものを近代小売から買って、でそれをベースにいろんなことをやるわけですけども、伝統小売の方が重要だ、でその伝統小売のデータを、まあ、メーカーはもらえるわけですよね。これ、まあ、誰がねこのデータを牛耳るのかっていうのはこれまた面白いなと思うんですけど、あの伝統小売にもねしっかり見返りがあるといいなとは思うんですけど、やっぱここでのデータってビッグデータってもうものすごく価値で、これをベースに、何をどうすればいいのかっていうことがこう戦略立てていけるので、まあ、こういう世界がもうすでに広まってってるし、でまあそういうことを考えると、その伝統小売はなくならない、共存共栄していくと、デジタル武装によってさらに強固になっていきますよと。でここに e コマース比率が3割ぐらいガバッと入ってくると、でこの e コマースも新しいプレイヤーも出てくるでしょうし、今の近代小売が自分たちで e コマースに相当投資をしてるんでね、でそういう世界においてはまあ本当にその、OMO オンラインが、オフラインと融合した新たな世界において、でこれオンラインかオフラインかの話なんていうのはその売り手側が意識してるだけの話で、買う側はそんなに深く意識してないわけですよね。自分たちが今喉を潤したければ、目の前のお店で買うし、重たくて、何か今必要じゃないようなペットシートとかお米とかなんとかは、オンラインで買うしということで、まあ、共存していく世界が出てくると。なのでそのどれかがどれかを支配するなんていう世界はあまり僕は考えていなくて、近代小売伝統小売、そこに、EC という3つの世界がつながっていくんだろうなというふうに思っています。で最後ね、ざっとちょっと整理の意味を含めて、まあ、ASEAN6 の小売市場規模、今次のスライドお願いします。こんな感じで ASEAN6 合計で 117.9 兆円、日本がね 150.7 兆円ぐらいだったと思うんですけども、なので前にも言った通り、この ASEAN 全体をこう一つのマーケットとして見るっていうことはすごく重要で、でもうすでにここまで来てるので、日本を追いつけ追い越せもそんなに遠い話じゃないのかなということと、まあ EC化率の話もこのシリーズで2019年と2022年とあと将来と EC 化率が6カ国でどう変わっていってるのかっていうユーロモニターをベースにしたデータをお見せしましたけども、こっちはGoogle とテマセックとベイン&カンパニーが2022年に発表しているデータですけど、 e コマースの市場規模というのは大体これぐらいの円換算でですね、136円の換算なのでこれぐらいになってきてますということで、まあマーケット全体をマクロとミクロで見て、いただければなというふうに思います。はい、それでは今日でこのシリーズを終わりとしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。